小西津戸井は日本の元女子プロ野球選手。和歌山県出身。ポジションはセカンド。兄が二人いて、兄の影響で小学校一年から少年野球に入る。中学ではソフトボール部に所属。和歌山県内の高校に進学しようと決めていて、ソフトボールをするつもりもなかったが、近畿選抜チームに選ばれ、レベルの高い選手とプレーしたことがきっかけで、 顧問の先生に紹介してもらいソフトボール部の強い京都西山高校に進学する。3年時には遊撃を守り、チームを総部36年目で初のインターハイ優勝に導いた。高校を卒業した2009年から日本リーグ女子ソフトボール一部のレオパレス21に入社するも、チームが敗部したため、2010年1月に来期から 同リーグの2部リーグに加盟を表明していたドリームワールドに移籍。開幕から2類のポジションを勝ち取り、県主でチームを支え、加盟初年度からチームを日本リーグ2部アドバンスセクション1位、通過一部昇格をかけたプレーオフ進出へと導く活躍を見せた。2010年のシーズン終了後、女子プロ野球選手を目指すため退社し、1年のブランクを経て、 第3回女子プロ野球合同トライアウトに合格した。2011年12月23日のコンベンションにて、大阪ブレイビーハニーズへの入団が発表された。選球眼は、自信があり、出塁率は4割を超える。第3回合同トライアウト合格者発表について、ありがとうございます。